どうミッシー、はるか、私たちはチェゴです。はい、ということで今日から3日間チェゴ一人一人の毎日メイクの動画が上がるのでぜひチェックしてください。ということで今日ははるかから行きたいと思います。去年載せた毎日メイクよりかはちょっと変わってる部分もあると思うのでぜひ最後まで見てください。ということでレッツチェゴー。おはようございます。声がやばい。おはようございます。ということで寝起きです。まずは目が悪いのでカラコンを入れていきたいと思います。カラコンは前紹介したこちらのブラックピンクさんのこちらのアズールです。こちらを入れていきたいと思います。その前にちょっと唇を保湿させて。ちょっと唇が色ついてるのは多分昨日メイク落とす時にちゃんとメイクが落ちなかったです。落ちなかった、落とせてないです。はい、ということでカラコン入りましたので次はファンデーションを塗っていくんですけど、今の時期乾燥しやすいので無印の化粧水敏感肌用しっとりタイプっていうのを顔に塗っていきます。うわ、あと鼻に直撃で、ちょっと昨日眉毛をね脱色したんだけど、そしたらちょっとめちゃめちゃ眉毛がなくなってしまったので、ちょっと前髪は下ろしたまんまで後で見せるね。 OK、 まあこれで保湿できたんでファンデーションを塗っていきたいと思います。ファンデーションはこちら毛穴パテ職人のミネラル BB クリームのブライトアップ、こちらです。こちらを手に取ってちょんちょこちょんちょこ塗っていきます。でそしたらこういうブラシ、こちらクリオのブラシなんですけど、クリオのブラシで伸ばしていく。はい、できました。そしたら次毛穴パテ職人ミネラル BB のフェイスパウダーを塗っていきます。こちらも色は同じでブライトアップです。こういう感じで塗っていきます。はい、完成。そしたら次こちらのイニスフリーのパウダーで赤ちゃんのような肌を作っていきます。ベタベタすると嫌じゃん。特にここら辺がなんかベタベタするのすごい嫌だから、ここら辺を充電的にベタベタをなくしてます。はい、ということでこんな感じ。じゃあ眉毛いっていきたいと思います。眉毛はこちらのクリオのキルブローアウトハードブラウンペンシルの3番ピーナッツブラウンかなを使っていきます。でこれめっちゃ描きやすくて、先っちょがこういう感じでなってるので、これはるかもう使いすぎてもうこれで終わりなの。これを使っていきます。じゃあなくなった眉毛を出していきます。半分ずつでいいかな。やばいよね、やばいよね。眉毛描いていきます。で眉毛は特に本当に前も言ったんだけど特にこだわりがなくて、でもなんかツイッターで見たんだけどアイラインがここまでだとしたらそこの斜めからここら辺まで伸ばした方がいいみたいな、自分のアイラインをこう斜めにした時の着地点で引いた方がバランスいいですって言ったんで、自分はアイライン長めなんで多分眉毛も長めの方がいいのかなと思って、そっから眉毛を長めに描いてます。じゃあ反対の眉毛も描いていきます。っていうか普通に今さ普通に動画撮ったけど、うち新居で動画初めて撮ってる。はるかのお家は白と水色とグレーのお部屋にした。待て、すっごいやばい、結構やばめの眉毛になってたけどまあいっか。次はアイメイクに行きたいと思います。こちらクリオプロアイパレットの02番ブラウンのところでこの削れている色を使っていきます。はるかは目頭の幅が狭いからちょっとこっちに見せるっていうメイクです。やってます。目尻をくを描くようにやっていきます。そしたら去年の毎日メイクと変わったところがありまして、なんと私地雷ラインが追加されました。地雷ラインはこちらのメイビリンのハイパーシャープライナーのブラウンブラック、細い筆を使って地雷ラインを描いております。でこの目の黒目の下から平行にこう伸ばしていくって感じ。こういう感じでわかるかな、こういう感じで引いたら今はなんか線っていう感じだから、この下の部分をこっちの筆でちょんちょんってやって、その線の上からぼかしていきます。はい、こんな感じです。
そしたら先ほどのこちらの色を使って涙袋を描いていきます。こうやってやって涙袋を出して、待って、うちさクマやばない？はい、ということで涙袋ができました。そしたら次、涙袋を描いたので、こちらのシピシピの04番のミッドナイトシュガーを使って黒目の下のところにちょんちょんってつけていく。反対もちょんちょん、こんな感じで。そしたら次、まつげをやっていきたいと思います。資生堂のビューラーを使ってまつげを上げていきます。そしたらまつげはメイビリンラッシュニスタの01番のブラックでマスカラしていきます。で、一時期ちょっとおでこのニキビがやばいので、なんかいい薬ありませんかってみんなに聞いた時があったじゃないですか。そしたらなんかメラノ CC がいいよっていうのを聞いたので、メラノ CC を使っておでこ塗ってたんだけど、そしたらね、治った。治ったっていうか落ち着いたんだよね、すごく。本当にありがとうございます。おかげさまでおでこも落ち着きました。ということで、まつげ完成したので、次はアイラインを描いていきたいと思います。アイラインはキャンメイクのクリーミータッチライナー01番のブラックを使っていきます。これはこういう感じ。でも描きやすい、これめっちゃ。でね、ちょっとね、上に引くとめっちゃ猫目強調されるから、長めに下目にを意識して引いていきます。で、それで目尻からじゃあ描いている。大丈夫かな？まあ、大丈夫でしょう。こんな感じでアイメイク終了です。なんかアイラインと地雷ラインってこう横に流してるっていうイメージです。そしたら次、ノーズシャドウに行きたいと思います。ノーズシャドウはケイトデザイニングアイブロウのブラウン系を使っていきます。ちょっと落として舌が折れちゃったんだけど、この真ん中のところを使って、ここから、ここでいつもやってるはるかは。そしたらちょっとここら辺もやった方がいいんだって。あと反対もこうやってこういう感じでぼかす。そしたら次はハイライトをやっていきます。クリオプリズムハイライトの01番の左側のところをちょんちょんで取って、鼻の先にホイホイって乗って、あともう一つここにもちょーって、はい。そしたら次、口紅ブラッシュリップティントのテイキングレッドですね。これね、ほんと落ちにくいよ。塗っていきます。はい、ということでリップ塗り終わったのでメイク完成です。あとこれ見て、自分でネイル最近ハマっててネイルしたの。このハート可愛いよね。じゃあ髪の毛と洋服を着替えてきます。あの、髪の毛と服を着替えようとしたんですけど、ちょっとずっと正座してたら足がしびれてやばい、動けん。ちょっと頑張って着替えてくる、やばい。はい、ということで髪の毛と洋服着替えてきました。メイクはこんな感じ。最近、あの、余談なんだけど、ドンキのさ、1万円分購入商品紹介の動画でさ、はるかカツラ買ったやん。そしたらさ、そのカツラがさ、なんかあまりにも髪の毛が長くて、ツインテールとかポニーテールとかお団子とかできるのがすごい楽しくて、たまにね、カツラをかぶって自撮りをしてるんですけど、ちょっとだけ髪の毛を伸ばしたい欲が出てきているんだけど、でもダンスするってなったらやっぱショートヘアの方がいいなってなるから、伸ばせずにはいるので、これからもカツラをかぶって、まあ、女の子になるときはなる、踊るときはかっこよくみたいな感じで、いろいろ新しい自分を出していけたらいいなと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あとコメントしてくれると本当に嬉しいので、みんなたくさんコメントしてね。そして SNS もやってるので、ぜひフォローの方もお願いします。ということで、以上、チェゴでした。バイバーイ。